芝居姉妹第6回公演いつかの夏はという作品を、10月の14日から16日まで、花園町にあります、カフェギャラリージャン・トゥトゥクさんで、行います。芝居姉妹3年9ヶ月ぶりの本公演です。作が、うちの作家の佐藤真理子で演出を私担当しておりまして出演もしております。芝居姉妹3人とあと A 級ミッシングリンクの、松原さんとあと空組のうずらきさんと、5人で、お芝居をさせていただきます。ぜひご覧ください。